場のファンにも前を越そう。通りからはどこからともなく港の香り、岩風呂はユッタのほど眩しくて目が眩しそうだ。
ビでね、そんなもう一応あの東京のディスクユニオンとかだと今あジェットセットかジェットセットはジェットセット今ナンバーワンだイエーイじゃあはい、うん、次はい、うん、じゃあキナディレイズの、2作目でしたかね、うん、バイブレーションVibration 奏でた鐘の鳴ってる
歌った I Can Sleep がリリースになったばっかりなんですけど、今日は、今度次のリリースの、Just a Little Lovin' という曲をね、8月ぐらいですかね。8月ぐらい、なんかディストリビューターが結局今回のとすぐだから、はい、もうなんていうの、ネタは持ってんだけど、はい、いつリリースするかなんか悩んでる。まあ、ちょっと今8月なんですけど、8月後半ぐらいかなみたいな。みたいな。みたいな。まだわかんないですよ。でもまあそのぐらい。ぐらいの、あの次リリースの曲を、今日初めて初めてぐらいじゃない、ぐらいです、ね、知らない。今度はあれなんですよ、あの割となんていうの、あのメローナ、あのダンスナンバーじゃないんでね、基本はね、うーん、ダスティースプリングフィールドという、これ、あの一応スパークリングワイン、あの飲みたい方はどうぞ。やったやったーだがーとりあえずお祝いだから、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあなんか乾杯、なんか乾杯乾杯、ささやかな誕生パーティー、誕生パーティーじゃないね、これリースパーティーなんですよ。ちょっともう流れちゃった、ごめんね、あ、ごめんなさい、そんな感じなんで、ちょっとまあできたらサポートお願いします、お願いします。あの最初に、うん、この曲を富山さんにね、聴いてほしいって言われた時に聴いて、本当にあの全部のこう言葉の意味っていうのは英語なので、全てが分かるわけじゃなかったんですけど、なんだか知らないけど涙が止まらなくて、すごく優しさにあふれた極上の、ラブソングになっています。あの今回もあの I Can Sleep のリリースが楽しみだったんですけれども、 Just a Little Lovin' のリリースも楽しみにしています。では聴いてください、オリジナルバージョンで、最後の曲です、聴いてください。
ラシーホークスとかが入って結構強烈。